こんばんは、平井です。今回はですね、ウェッジのフルショット52度ですねの特徴とですね、どういった場面で使うか、あとは、まあ、練習方法ですよね。それを一つ一つ解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。前回その58度をやったんですが、今回その52度の方でフルショットの機会が多いウェッジですね。アプローチでも使ったりもしますし、フルショットの方が僕は割合的には多いんですけども、それとどういった練習をしたらうまく打て、よりコースで上手にこう武器として使えるか解説していきますけど、実際ちょっとまた打っていきます。サンドウェッジで練習した後なんで体は温まってるんで、普通に構えていただいて、僕52度のフルショットは105ヤードぐらいなんですよ。今3球打ちましたけども、同じ球、同じスイング、同じ距離なんですけど、単純に飛距離を出すクラブじゃないので、同じ時間で打ってれば同じ距離が打てるっていう答えなんですよね。なのでそれを気をつけて打ってる感じです、52度は。だからずっと同じ力感で同じスピードで動くことを気をつけて練習してる感じですね。今はまあノーマルのショットで105ヤードぐらいを目標として打ってます。で次に、これも僕すごい球を曲げるクラブの一つなんで、ちょっと曲げて打ってみますね。で打とうとしてる距離は115ヤード。もうちょっと飛んじゃったかな。で気をつけてる点は、さっきのノーマルポジションよりもボール半分右に置いてます。ちょっと距離を出すショットですね。例えば左ピンでちょっとピッチングだと大きいし、52だと届かないかなっていう時なんかは、すごい今のなんか使えるショットになります。あとは強い球、110ヤードとか105ヤードとかで強い球をアゲンスト吹いてるで打ちたいとかっていう時に使うかなっていうような球筋になりますね。で次に、今度逆、ちょっと距離を落としたい時、まあいろいろやり方はあるんですけど、まず一つ目は単純に脱力。イメージ95ヤード。これめちゃくちゃいいですね。で今のショットで気をつけてる点っていうのは、フルショットと同じインパクトの強さになったら飛距離は変わらないので、インパクトの強さを絶対にフルショットよりも強くしない、95ヤードの強さで打ってるっていうのがすごいチェックしてるポイントになります。気をつけてますね。これ58度の時も同じこと言ったんですけども、当てるインパクトの強さで距離を変えるんで、それをそのまま応用できるんですよ。もう同じことなんで、要は95ヤードだろうなっていう力でインパクトを迎えてるだけなんで、ただ単純にスイングをちっちゃくしてるだけではないんですよね。そうだから、ちっちゃくしてもインパクトがフルショットのインパクトだったら同じ105ヤード飛んじゃいます。それは全番手そうなので、これはもうどの番手でも気をつけていただきたいポイントなんですね。
あとはいろいろ場面場面で球を曲げたりっていうのはそれはもう前番って全く一緒なので、ボールの位置をずらしたりしていただいた方がいいと思いますね。気をつける点っていうのは、ウェッジっていうのはやっぱロフトが寝てますよね。寝てるんで、もちろんそれ以上寝かせて打ったり早く振ったら下をくぐるんですよ。これアプローチバンカーでもそうなんですけど、これロフトがこう寝てるじゃないですか。寝てて早く動いたらこうやって下くぐりますよね。でも遅く動いたらこうやってロフトが寝ててもこうやって乗ったまんま行くんですよ。だから早く動けば飛ぶってものでもないんですね。きっちり52度のロフトをキープしながら打ってあげないと、その番手の適正の距離が打てないので、そこは本当に注意していただきたいポイントになります。だからよく抜け球が多くなるんですよ。スポンって抜けてグリーンの右手前にボトって落ちちゃう。ちゃんと自分のピンまでの距離が打てない。それは振りすぎだったり、もちろんロフトがそもそも開いてたりするとそういうことになるんで、きっちりロフトをまっすぐ構えたロフトの通りに戻してあげないと、その自分が打とうとしている距離っていうのは打てないので、そういう練習をしていただいた方がいいですね。練習方法なんかはティーアップしてもいいんですよ。すごい低いティーアップをしてきっちり距離を出す練習なんかもすごいいい練習なんで、下から打つと意外と打てちゃったりするんで、ちゃんとロフトをキープできてるかっていうのはこういう低いティーアップをして、きっちり自分の距離を飛ばしてあげるっていう練習なんかはすごくいい練習になりますね。ウェッジっていうのはクラブセッティングの中で短い部類に入るので、そのやっぱり短いスイングになったらスイングテンポも多少速くなりますし、その短いと遠心力がないので自発的な動きがドライバーより少ないので、自分から動きを強く加えてあげて打たないとしっかり打てないので、ちゃんとクラブを振ってあげるってことが大事ですよね。なんでそれができてくるとウェッジなんかはすごく上手に打てるようになってくるので、その辺はぜひ練習で試していただきたいと思いますね。で今回52度のフルショットですね、クラブの特徴とですね、打つ場面、練習方法ですねをちょっと解説していきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。